アイデンティティは、1992年から2004年に、刊行された三浦淳の自伝的漫画シリーズ。また、これを原作とし2003年に公開された日本映画。1980年代後半から1990年代初頭の、日本における、バンドブームを背景としており、三浦淳が在籍していた、バンド、大島渚の映像も、少しだけ登場する。 また、三浦が敬愛するボブ・ディランへのオマージュが随所に現れており、主題歌、ライクは、ローリングストーンの他にも、劇中で、ディランの曲や、レコードジャケットが、たびたび登場。音楽へのこだわりが強い映画で、ムーンライダーズの白井義明などのミュージシャンが音楽を、担当している。作中で、ボブ・ディランの楽曲が使用されているのは、三浦の強い希望であり、 ディラン本人に英訳した脚本を読んでもらって承諾を得ている。作中で絶妙なタイミングでかかると三浦が感動しており感動して泣いたと話している。バンドブームに乗ってメジャーデビューしたスピードウェイ。デビュー曲がそこそこヒットし女性ファンも増えた。しかしギタリストの中島は本当のロックを求めて葛藤する。そんな時 中島が暮らす公園寺のアパートに、ボブ・ディランのような風貌の謎めいたハーモニカ吹きが現れた。その姿は中島にしか見えなかった。やがて、バンドブームは収束。ある事件をきっかけに、中島は自ら歌うことを決意するが、中島主人公、スピードウェイのギター。普段は、優しく真面目な性格だが、 自分の個性や好き嫌いに強いこだわりを持っていて、相手に食ってかかることもよくある。自分たちの理想のロックミュージシャン像と、ある時は売れないミュージシャンとして、ある時はタレントになっていく現実の自分たちとのギャップに、いつも悩み、ロックとは何かと自問自答している。そんな時、必ず妄想のボブ・ディランが、目の前に現れ、彼に助言を与える。 ジョニーがスピードウェイを脱退してからは、ボーカルも担当する。ボブ・ディラン・中島が悩んだ時に現れるゲニエプヒとブルース・ハープを吹きつつ現れ、中島に歌によって助言する。中島の彼女中島のところへ通ってくる美人の恋人。中島が売れてない頃からの付き合いで、中島の音楽をとても気に入っていており、生活面をサポートする。 落ち着いていて達観した性格。岩本スピードウェイのライバルバンドのボーカル。仲間内ではいち早く売れ、テレビタレントとしても売れっ子。アイデンティティ32ではガンに侵されていることが発覚する。ジョニー・スピードウェイボーカル。ゲスな芸能記者にぶち切れた中島に、バンドだって社会だと嫌悪感を示し、バンドを脱退する。都市ス,スピードウェイベース。 中島やジョニーほどのこだわりはないが、バンドの浮き沈みに不安を感じている。マリッジでは付き合っていた彼女と結婚する。豆蔵スピードウェイのドラム。本編では名前が出ない。社長スピードウェイの所属する事務所社長。グループサウンズ出身の元ミュージシャン。田口智郎が映画監督に初挑戦し、工藤勘九郎が脚本を担当、元ゴーイングステディ。 現銀南ボーイズのミネタ・カズノブがロックミュージシャン役で主演しているアイデンティティ漫画アイデンティティに登場するボブ・ディランの曲を三浦淳が選曲、想定、解説をし、まとめたコンピレーションアルバム2004年にリリースされた。三浦は1993年に同じくディランの2枚組コンピレーションアルバムディリンが ロックを企画し、サンプル版まで制作されたが、三浦淳のイラストによるジャケットに、ディラン側から許可が出ず、結局リリースされずに終わっていた。映画化に際し、ライクは、ローリングストーンを、主題歌にした後も交渉を続け、念願かなってリリースされたアルバムだった。マギーズファーム、マギーズファーム愚かな風、イディオットウィンド・イフ・ドッグズ、ランフリー。 If dogs, run free, I threw it all away, I threw it all away, サブタレニアンホームシックブルースサブタレニアンホームシックブルースライクアローリングストーンライク、エ a ローリングストーンいつもの朝にワントゥメ o ニモーニングス時代は変わるザタイムズゼ e ア t チェンジンフランキーリーとジュダスプリーストのバラッドザバラドブフランキーリー ジューダス・プリースト・嵐からの隠れ場所、シェルター・フロム・ザ・ストーム悲しきベーブ、イット・エイント・メベーブワガ・ミチを行く、モーストライクリー・ユーゴ・ユーアウェイ・アンド・アイル・ゴ・マインウ、のバケツ、バケツ・オブ・レイン・フット・オブ・プライド、フット・オブ・プライドアスはトーク、トゥモロー・イズ、エー・ロング・タイムイッツ・オール、オーバー・ナウ、ベイビー・ブルー、イッツ・オール、オーバーナウ。ベイビー・ブルーディに捧げる歌、 ソングツ・ウッディ・アイ・スルー・イット・オール・アウェイ、アイ・スルー・イット・オール・アウェイ、ハット・ラジオ、三浦淳、安在はじめ TR にトゥーズド、第103回の本人の発言。三浦の著書、青春の色ゼより、アイ・デン・ティティ、ソニー・ミュージック、2009年8月17日閲覧。ありがとうございます。